船子と言います。これから、バンドサポートのバンドでこの後3曲やりたいと思うのでいらっしゃい。普段は弾き語りを私はやっているんですが、そうですね、今日初めて外のライブハウスでバンドという形でやらさせていただきます。はい、次の曲が、コンピレーションアルバム6曲目に入っている船子の痛い痛い夜になります。上の2階に物販コーナーがあるのでよろしければ買っていただけると嬉しいと思います。嬉しいと思いますみたいな。はい、今回ちょっと欠席者が出たということで、数分お時間をもらい、本当はこの後の3曲だけをやる予定だったんですけど、弾き語りをやらせていただいて、なんかエレキだとどうなんですかね、盛り上がらないっていうか、なんかあまりね迫力がなくなっちゃうのかなって思いつつやりました。では次の曲2曲目、
そのコンピレーションアルバムの曲になります。痛い痛い夜です。お聴きください。痛い痛い夜が雨の音消さってやがて来た。続けて次の曲、セバストスです。
るの見えるの暗闇の境界線侵入者隠れ鬼の逆転劇今行くよ挑発技能を手隠して堂々と右折その先を睨みつけ僕たちに意思疎通No.
Show my time.